今回はですね、昨日ですね、えっ、ー、と、アマゾンのタイムセール祭りでおすすめのクローンブックというのを紹介していますけれども、まあ、あんまりね、えー、ちょっとパッとしたものがないですよっていう話だったんですけれども、まあ、アマゾンにはね、ないんですけれども、ちょっと楽天の方でまた安くなっていましたので、一つね、紹介をしたいと思います。これはですね、楽天の、まあ、プレックスというね、クローンブックのリファービッシュ品では結構有名なショップがあります。 そちらの方で、えっ、ー、とね、エイスースのデタッチャブルですね。えっ、ー、と、クロ e ンブックデタッチャブルの CZ1 です。こちらがなんと22,800円ですね。かなり安い金額になっていますね。で前23,800円とかでも結構売ってたんですけれども、まあ、なぜか1,000円また安くなっていますね。 で、一応在庫あり即日発送ということで、まあ在庫があってもね、よくここにあと何台みたいな書いてあるね、えー、そういった端末もありますけれども、まあこれは一応在庫ありということなので、まあそれなりにあるのかなという感じはしています。で、まあ楽天でね、22,800円っていうと、当然ここにポイントがつきます。 まあこれ今ね、ログインしてないので、まあ1倍ということですけれども、まあ買う日によってはですね、まあ5の付く日だったりすると楽天カードのポイントが増えたりとか、まあいろんな他のね、えー、まあキャンペーンといいますか、まあポイントがもらえるね、キャンペーンやっていますので、まあそういったものを併用することによって、まあ1万円台ってのはちょっと難しいかもしれませんが、かなり1万円に近い数字まで持っていけるんではないかなと思います。まあそうなってくると、 なかなか安いですよね。で、この端末はかなりですね、amazon で29,500円で長い期間最近売ってましたけど、今みたいなね、4万9 0 0 0円になってましたけど、まあだからそれでも3万円ぐらいで amazon で安く売ってましたよっていうものですよね。まあそれが22,800円下手すれば、ちょうど1万円ね、ギリギリ2万円切るぐらいにもしかしたらいける人もいるかもしれないんで、 まあそうなってくると結構安いという感じがします。ただ注意点はこれリファービッシュ品なのでシルバーランクのアウトレット品ということで、まあ、おそらく端末自体はすごく綺麗なんですけれども、まあ私もね、何台もね、フレックスさんでリファービッシュ品買ってますけど本当にね、端末の方はあの特にね、傷があったりとかそういったことありません。まあ気になるのはやっぱり保証でしょうね。保証が えっとね、整備済みということで、1ヶ月間の、まあ、いわゆるショップの保証にしかなりません。だから、ま、当然新品を買えばね、メーカーの保証ってなりますけど、これがないというところがありますので、まあ、そこはね、ご注意ください。その分、安く購入できるというものになっています。ちなみにですね、私がログインしてみたら、私は7.5倍でしたね。1573ポイントもらえるということです。 まあだから22,800円から1,573ポイント引くと、まあ確かにね、えー、まあ2万円切りにはなりませんけれども、まあかなり安い金額になるんじゃないかなと思います。それではね、主なスペックを見ていきましょうか。まず10.1インチですね。まあ先ほど言った通りデタッチャブルなので、キーボードが外せでタブレットにも使えます。 CP はメディアテックの MT の8183ですね。メディアテックのものなんで、まあ、バッテリーの持ちはいいと思いますし、android アプリとの相性も比較的インテリのものよりはいいと言われています。まあ、その代わり性能はあまり高くありません。メモリーは 4GB、ストレージは 64GB ですね。で、まぁ、あ、10.1インチなんですけど、タブレットなんで解像度は 1920×1200 というものになっています。 で、あと、いいところは当然タッチに対応しています。で、これペンがね、ここについてるんですよ。ここにね、また後にいますけれども。 えー、ペンが、要は内蔵されていて、ここにしまうことによって勝手に充電されるし、まあ、ここからね、取り外してすぐ使えるということで、非常に収まりのいいペンですね。ペンってやっぱりね、こう、うまく収納するところがないとなくしてしまったり、まあ、そもそも持っていかなくなってしまったりして、まあ、なかなかペンのね、使い勝手が悪いんですけれども、えー、この端末については本体にペンが収納できる、こですね。Asus USI ペンっていうのは収納できますんで,で、この辺もこの端末のメリットかなと思います。で、デメリットはさっき言った通り、1ヶ月しか保証がありません。 それではどんな感じかと言いますと、まず一番の特徴は、タブレットモードになりますね。これを外すとタブレットとして利用できます。で、これはですね、カバーに入っているんですね。もちろん外して使うこともできますけれども、まあ基本的にはかあのカバーにね、入れたまま使うというのがいいんじゃないかなと思います。まあそうすれば、このカバー兼スタンドにもなってるんですね。ここがこんな感じで、こうね。 稼働する感じになって、まあ、要はキックスタンドになります。で、こういう感じで立てて使えるということですね。当然、クラムシェル状態の時も、こういった感じで立てて使うということになります。で、これでタブレットで使いますね。やっぱり10インチなんで、まあ、結構ね、あの、どうしてもカバーが厚いんで厚いし、まあ、結構しっかりとした感じにはなっていますけれども、まあ11、11インチだったらやっぱり持って使えるかな。タブレット的に使える、使うことはできるかなと思います。 で、これ、見る企画にもね、対応してますんで、さっき言ったこのケースが結構分厚いんですけれども、その分耐久性には結構優れてると思います。で、面白いことに、これってちょっとファブリック調なんですね。まあ、そのね、レロムのアイディアパッドディエットとか、あと CM3 ですかね、エイ e スの同じデタッチャブル式の、 クローブックがあります。あれも、ちょっと布っぽいね、デザインになってるんですけども、これも、ちょっとグレーでね、わかりづらいかもしれませんけれども、いわゆるファブリック、布になってるんですね。この辺も非常におしゃれじゃないかなと思います。で、タブレットなんで、アウトカメラもあります。で、これ見てもらうとわかる通り、めちゃくちゃカメラが深いじゃないですか。まあ、それだけ、このね、カバーが厚くなっているということです。まあ、このまま使えばですね、かなり頑丈になっていて、で、ここね、ちょっとラバーっぽい、ゴムっぽいバンパーになってますんで、なんでしょうね。 やっぱりスマートフォンで言うとタフネススマートフォンみたいな感じになってますんで、この辺もですね、まあ結構気兼ねなく使うタブレットとしてはいいんではないかなと思います。で、この端末はデタッチブルなので、ここがマグネットになっていて、これでガチャっとね、ドッキングします。で、一応さっきのスタンドを立てて、これでいわゆるクラムシェルですね、デスクトップ状態ということになります。で、キーボードが少し わかりますかね角度がついています。ここがね、隙間が空いていて、非常に打ちやすい角度になっているということですね。まあ、ただこれはちょっとデメリットがあって、少し、こう、たわむんですね。ここに空間がある関係で、まあ、どうしても、こう、浮いてますんでね。少しやっぱキーボード押すと、こう、ポコンポコンと、えっ、ー、と、ちょっと凹むような感じがありますんで、これがちょっと気になる方もいるかもしれないですね。まあ、逆に角度がついてて、打ちやすいというメリットもあります。 になる更新期限ですね。クローンブックは更新される期限が最初から決まっているんですけれども、この端末は2028年の6月までというふうになっていますので、まあ、価格を考えればまあ十分な期間だと思います。参考程度にオクタンベンチマークやってみました。スコアの方は1937点ということですね。だから今販売されているクローンブックの中でやっぱり性能が、ね、低いものになっていますけれども、まあ、そもそもですね、この端末高性能売りにしていません。 え、やはり持ち歩きができるね、デタッチャブル式のクローンブックというところと、まあ、この端末はさっき言ったね、ミル企画、結構頑丈なあ仕様になっていますので、そういった耐久性を売りにしていますのでえ、ガンガン持ち歩ける端末として、まあ、やっぱりライトな使い方なんで、ね、ブラウザとか、ちょっとした文書作成には十分な性能だと思います。この端末のね、まあ、売りなんですけれども、アイデアパッドデュエットとかにはない、ペンがね、ここに収納されてるんですね。ここにペンが入っています。 こんな感じでね、ペンが収納されていて、で、ここに入ってる間は自動に充電されるんですね。だから、その充電が切れる心配もないんですね。基本的に使ったらこり戻しておけば自然に充電されるというものになっています。ただ、ペンの形状はですね、やっぱり収納できるということで、ちょっとこういうね、四角い感じなんですね。 でちょっと軸が細いのでそんなにこうめちゃくちゃ書きやすいっていうことはないですねどちらかというと収納できてあのねまあ軽量コンパクトというものになっていますんでまあ、がっつりねやっぱりペンを使いたいということは別売りのもっと書きやすいペンを購入された方がいいと思いますまあ、ただ収納していけばいつでも使えますんでまあ、これはこれですごくいいと思いますねちょっと書いてみましょうはいそれでは書いてみますね娘のはい非常にこれねまあ 点先の滑りはいいんで、まあ、非常に書きやすいと思いますね。で、使わないときは、ここにしまっておけば OK です。ということで今日はですね、Amazon のタイムセール祭りで、あまりね、いい端末がなかったので、まあ、楽天の方を探したら、またですね、CZ1 が少し安くなっていましたので、紹介をさせていただきました。 まあ、22,800円ということであれば、ポイントを入れるとですね、本当に2万円少々で購入できますんで、まあ、この端末はですね、私は結構気に入っています。まあ、持ち歩き用としても使えるし、かつそういった耐久性が非常にね、安心。まあ、レロボルアイディアパッドディトって、まあ、ちょっと、まあ、耐久性はね、えー、心配。え、もともとケースがガッチリとね、ピタッと閉まんなかったりとか、ちょっとその辺が気になったりもするんで、その点これはですね、しっかりと、 はい。ズレもなくね。こんな感じで、まあ、非常に収まりがいいとねいう感じになってますんで、まあ、この辺も持ち歩く端末としてはいいかなと思います。アイディアパッドデュエットって、こう持った時にここがズレちゃうんですね。これはしっかりと、このヒンジがね、まあ、あると言いますか、ヒンジがしっかりしてるんで、まあ、ここのズレもないんで、本当にこうね、ちょっとした本を持ってるような、まあ、ブックカバーのようなね、そんな感じになってますんで、 そんな感じで持ち歩きの端末としては非常にいいんではないかなと思います。まあ、購入先はですね、動画の説明欄にリンクを入れていきますのでそちらの方から確認をしてみてください。まあ、在庫がいくつあるかっていうのはわかりませんし、もしかしたらこのね、動画を紹介している時は売り切れているかもしれません。はい、今回は以上です。